超越論的なんちゃってビリティとは日本の哲学者である永井人氏が提唱した哲学的概念の一つ。いかなる真面目な言語行為にも、なんちゃってという発言による冗談家が後続しうるのでなければならないことを意味する。別名として、超越論的と書いちゃってビリティ、超越論的冗談性、超越論的引用性、超越論的演技性も、 大体的に用いられることがある。この概念が最初に用いられたのは、長井一氏の論文、冷めることを禁じられた夢においてである。これは、アメリカ合衆国の哲学者、ジョン・サールと、フランスの哲学者、ジャック・デリーダの間で起きた、デリダ・サール論争を論評するものであった。争点となったのは、サールの死である、JL ・オースティンが、言語行為論において、 真面目かつ本気でなされた言語仕様ではないものを規制的な用法とみなし、当座の理論的考察から除外したことの是非だった。長井はデリダがオースティンを批判する際に依拠した反復可能性の概念を敷衍し、およそあらゆる言語活動が不可否的に帯び、それ抜きにはそもそもいかなる言語仕様も不可能であるという性質を表す概念として、 超越論的なんちゃってビリティを考案した。哲学者の谷徹は、現象学的に言えば、これは、中立性変容の一種であると述べ、同概念に対して、現象学的解釈を与えている。また、文化人類学者の木村大臣は、日常における記号としての括弧の使用を分析した、著書、括弧の意味論において、長いの議論に触れ、現実の文の中で付けられている括弧は、 潜在的にすべての語についている、見えない、括弧のうちのごく一部を、マークシートのようになぞって可視化しただけである、ということになると述べている。ありがとうございます。